ダメだ。iPhone で読み上げられない。じゃあ、ここの方で出すか。よいしょ。すいません、お待たせしました。私の声どうですかね。この辺りから聞こえてますか。聞こえてますか。ランディ。こんばんは。大丈夫ですかね。じゃあ、あんまり近づけるとまずいな。あのですね、ですね、まず状況の説明からいきましょうか。ここはですね、そう、あ、いや、テントをこの中で張ろうと思ってるんですけど、ここはある、ある炊事場です。ある炊事場です。あの、詳しいこと言うとなんかまずいかもしれないんで、実はあの、この近くの道の駅に行ったらですね、まだあの、なんだっけ、まだあの、係というか、スタッフの人がいて、何ですかって言われたんで、いや、すみません、あの、軒先お借りして、ちょっと野営しようかと思いましてって言ったら、あそこの道の駅は全然軒先がないんですよ。で、今日雨、今も降ってるんですけど、なので、そしたらあの、売店のおばちゃんがですね、あ、違う、売店のおばちゃんじゃなくて、教えてくれたのは別の人なんだけど、誰か教えたとか言うのもまずいかもしれないな。近くのキャンプ場の炊事場にだったら、あの、朝もいなくなるんだったらいいんじゃないかっていうふうなこと言われまして。お、あ、キリギリスがいる。そう、お姉さん。桜井さんは、タッピ崎の方に行ったみたいですね。泊まり学習の。本当に炊事場なんですよ。あんまり細かいこと言うと、ここを正式に許可したなっていう話になりかねないんで、まあ、あの、そういうところを教えてもらったっていうだけです。で、ここの炊事場はですね、かなり、あの、雨も完全にしのげるし、あの、明かりもこの通りついてるし、あ、いや、電気コンセントは使う予定はないです。そこは一応、あの、私が前なんかやってしまったんで、一線を越えないようにしてます、最近は。雨降ってます。で、ここの問題一つだけあって、出雲公園。ちょっと皆さんからあまり見えないですけど、この中ですね、今夜だからだと思うんですが、ワンサカ船虫がいます。で、遠目にだったら大丈夫かな。ですね、例えば、今、この戸口のところ、戸口のこのヘリのところ、実は4匹います。いや、5匹いる。この中で寝る気です。これちょっとですね、あの、本当に、ほんのちょっと目離してると、ちょっとした物陰に、大丈夫かな。ちょっとした物陰にですね、すぐ入り込んでるんですよ。なので、ちょっと寝袋使ったら入られそうなんで、この中でテント張ろうかと思ってます。クラムシかじるんですかね。でもゴキブリは私ダメだけど、フナムシはやっぱ案外大丈夫。さっき塔を閉めるときに、あの、ボトッと手の上に落ちたんですけど、フナムシが。でもそれはまあ平気だったな。あとこの今、水場のとこにもですね、むちゃくちゃ動きが遅いフナムシがいて、手で払おうと思っても全然逃げないんですよ。あ、フナムシかむんだ。あ、ちょっと今音量でかかったですけど、今からこの音量になります。で、私はかなり腹減ってます。かじるんだ。船虫とは、あ、ガガンボもいるな。そう、船虫の宿で、こちらにあの、もうお湯が沸きかけてるものがあります。蛍光灯を今つけました。フナムシは食べられないんじゃないかな。肉そんなついてなさそうだし。とりあえずじゃあ、あの、ラーメンいただきたいと思います。向き大丈夫かな。道の駅でヒントを聞いてきたキャンプ場の炊事場です。臭くて、ああ、なんか匂、ちょっとなんか匂う感じがするな。フナムシの匂いかな。疲れはあんまないです、今のところ。で、こちら、あ、また足元にフナムシが。
住みそうなんですよね、船主。船宿。これなんか見えますかね。鹿児島ラーメン亭っていうやつ。100均で買ってきたやつ。100均で2人分。とりあえずこれいただきました。鹿児島ラーメン。そうとも言えるな。音声切れた？あ。いや、言ってるみたいですけどね。FMLE の画面見ると。鹿児島ラーメン満杯安い。あ、キツネムシ落ちてきた。あ、来てますかね。たまに壁沿い上から落ちてくるんで怖いんですよ。うん、着替え丸よいしょ。キツネムシ持てないな。ちょっと雨なんですよね。ん？あ、ここで寝ます。砂の下だけだけどテント張れば中に入ってこないです。じゃあお湯沸いてるんで、そう、2つ分くわくるよ。まあ、もしゴキブリじゃないから大丈夫です。煮立ったら火を止める。あ、違う違う、 2分半から3分茹でてください。煮立ったら粉スープを加えます。お好みに合わせてチャーシュー、卵、かまぼこ、ネギ等を添えると一層美味しく召し上がれます。こんばんは。あ、ウニとはですね、チャーシューと卵とかまぼことネギは今ないんですよね。なのでプレーンでいただきます。こんばんは。ネギないな、チャーシューもないんですよね。あとかまぼこもない。タンメンが本当にあの上の張りに、今いないな。今大丈夫。あ、明日天気 OK。 よいしょ。ママチャリの人はタッピザ行って、あの寝る場所は適当に探すそうです。なんか道の駅に泊まると私が言ったら不思議そうな顔してましたね。不思議そうな、そう？よいしょ。じゃあ 2,3 分待ちゃいいんですよね。あ、読み上げできた。なぜか iPhone の読み上げができるようになった。よし、ここはですね、ナムシチェック OK、 結構踏んだかもしれない。ここは、あるキャンプ場の炊事棟です。ここをあの無断でお借りしている状態です。あ、キャンプ場の中ですね。なので筒場の下で何についてるんだったっけ。寒くないの？あ、全然寒くないです。この中は少し蒸し暑くはないかな。明かりに集まる。いや、明かりのとこいませんよ。無断です。だから朝管理人の人が来る前には撤収しとかないと、あの逃げるというよりは管理人さんに見られてしまうと、管理人さんそれをなんか叱責しなきゃいけなくなりますよね。いや、この辺りの理屈もおかしいな。まあ、とにかくあの迷惑かからないようにやりたいと思います。確か500円ですね、テントサイトが。本当は500円、管理人さんがいたら払いたいんですけどね。うん、一人で全然。そう、なんで一周したの？なんとなく。あの、画面に動きを出そうと思って。あ、OK。何が恐ろしいって、船虫がうじゃうじゃいるとこです。
よし、できた。なんだっけ、料理名は鹿児島ラーメン系醤油豚骨味。醤油豚骨味って映んねー。こぼしそう。これ100人ハマってどこだったっけ。じゃあいただきます。ん、何がありませんか。フナムシコイホイ使ったら、あのフナムシコイホイがあっという間に飽和してしまって効かなくなると思います。墓場でも、まあそうですね、賑やかですね。よいしょ。グナンテ偉い人がわからないんですよ。よいしょ。野菜ないんですよ。今回あの食材にあの調達できる場所がこの辺りに全くなかったんで、何町って何でしたっけ。袋ラーメン茹でることができるの。なんと袋ラーメンも茹でられます。いただきます。夜の繁華街どころかですね、今外ではちょっと賑やかなんですけど、外はなんで外が賑やかかっていうと、あの近くのご家族が今花火中です。花火大会中、花火の館、乾杯。そうですね、宿のおにぎり美味しかったですけど、ちゃんと中にあの乾杯。じゃあ改めて、今日は6、70キロ、確か70キロオーバーぐらいです。最後に峠があったんでちょっときつかったですけど、乾杯。お肉し間違えた。食材そうですね。あ、でもあの本当に、ホテルではこういうの買ってきました。ホテルで干し餅バター焼き、なんかこれあの餅を凍らせて、で寒風にさらして乾かしたものらしいです。保存食らしいですね。でこのまま召し上がりください。で、あと噛めば噛むほど風味が深まります。登山や災害時の予備食としても重宝ですって書いてあります。もうこれで300円ぐらいなんでちょっと高いですけどね。でも持ちネタってことで、うん、ほんとかよ。そのまま食べるらしいですよ。高野豆腐多分そうだと思いますよ、うん、あ、今日まだタッピー酒にはいけないです。うまいな。うまいけどスープが熱くて、あのヘリが熱くてスープが飲めない。今日は味がさから、うん、口がさらく、マヨネーズはないけどオリーブオイルはある。あんまり騒いでるとご家族が見に来るかもしれない。何をラーメンに。700C のタイヤはあんまり良くはないですね。もうあのサドルとバインドバーが移植したせいがあるかどうかわかんないですけど、あんまり良くは感じないです。あ、こんばんは。前半の電気はそうでしたね。天井、まあそんなには高くないです。オリーブオイルで船虫ネタオリナで、今目の前にまた船虫が 2,3 匹ちょろちょろしてます。まあかわいい。ラーメンとコラだけ。あ、なんならスパゲッティもありますけどね。カニは結構立派です。マヨネーズか。うん。あ、海沿いです。うん。可愛いかというと、まあ、今のは言葉のあやです。ここで寝させてもらいます。酒飲まずに。私酒飲めないんですよ。船虫なら私は船虫かな。テント入ってしまえば中に入ってこないですから。テント
貼って中に荷物も入れてしまえば、あの荷物を開けた時に船虫が飛び出すこともないと思うし、うん、それだけでもうちょっと欲しいな、まあ、非常食いただきましょうか。私は雨の方が嫌ですね。テント張るなら外でもいいんじゃないの。初見です。テント雨降ってるんですよ。青森県さんいらっしゃいますか。青森県さんじゃね、青森県の人いらっしゃいますよ。1万円民宿1万円私はまだ泊まったことないな。明日は素敵な朝日が見れるかな。素敵な、そうですよね。朝は滝が見に行きたいな。あ、蚊がいる蚊がいる。まあこれもテント張ってしまえばいい話、いい話ですよ。明日はどちらまで行けそうですか。明日は小間崎にフェリーで渡りたいです。ここは何の施設、住宅ホテルですか。ここは、近所の民宿6500円よりになってる。いつに出発ですか。久留米の太陽、6500円より、まあ普通ですかね。安くないっていう感じかな。じゃあ、これ、夕日の民宿は高い。星餅バター焼き。バターがどうやって入ってるのかわかんないですけど、ね、いただきます。あ、柔らかいね、柔らかい。どうです。なんかですね、おかきみたい。おかきというか、全然硬くない、びっくりした。なあ、蚊が、この味は何だろうな。あんまり油してないんですけど、パイみたいに薄い層のせんべいがたくさん重なってる感じの味ですね。味はなんかすぐもっと硬いもんだと思ってた。うん、予想外の味。味は美味しいです。美味しいけど口の中で全然持たない。うん、そう、私も干し芋だと思ってた。干し芋というか水分ゼロ、うん、水分ゼロ、そうそう。軽いのかな。割と軽いですね。パリッパリッとしてて軽いです。カキモチみたいなの。それ船虫はやっぱ敷居高いでしょうね。また地にいる。充電は大丈夫なの。欲しいよ。あら、充電は今日はあんまり使わなかったんで、バッテリーは明日は1日近く大丈夫だと思います。スポンジみたいな感じで硬い。青森市の水道水は水道管並みですよ。ここは道の駅、今来た。お風呂は入れましたか。あ、道の駅に行こうと思ったら軒先が全然なくて、雨をしのげる場所がで、そこで道の駅のスタッフの人に聞いたら、炊事場の方に行ったら雨しのげるんじゃないかって教えてもらって、まあ、正式に許可もらったわけではないです。なんか道の駅の人に迷惑かかったりしたら大変だから、この放送で道の駅の人が許可したと言ってたなんていう公式だなんかになったらまずいから。まあ、本当はここバンガローとかもあるんですけどね。バンガローは確か1万いくらぐらい。あとさすが市町村がやってるだけあって、かなり前から予約しなきゃいけないじゃないかな。仮に行ったら何時ぐらい来るのかな。8時ぐらいに来るんだったら500円払って出てもいいですね。こんばんは。500円ぐらいだったら、ここの雑誌、のぼちゃん来たよ。そう、この雑誌、へえ、こんな人いるんだ。これだから、都会の人は管理人。こんな人って私のことですか。いや、自転車、まあ、チャリダーっていう言われてる人種だったら、割と何を作りますか。目の前ちょっと船虫が横切るかもしれませんが、何、ラーメンです。ただの袋ラーメン、ただ茹でただけ。
管理人はなんで？掃除、あ、もちろんゴミは残さないですけど、掃除はお一人ですか？特にしなくても良さそうに見えますけどね。まあでもなんかよくできるようなことがあったらやっていきたいですね。お一人です。お腹はちょっと出てますよ。ちょっとタプタプしてます。そこで充電できるんですか？あ、充電はしないつもりです。そこまで迷惑、迷惑ってこの蛍光灯つけてるだけで本当ね、電気代使ってますけどね。うん、でかいのは今そっちの方に言うんですよ。さっきから顔出しては私がそのドンってやったら引っ込んで、でまた顔出すんですよ。朝食はラーメンがあります。たまったお礼に数字上のロッペリーサイト作ってあげてね。今は眠ってんの？ウェブサイト今は降ってないですけど、さっき降ってました。また今晩はまだ降るみたいですね。これからどっち方面に行くんですか？ボスの船虫みたいよ。ですね、これから大間崎の方にフェリーで渡りたいと思うんですけど、さっきあった大学のお笑いの方、ちょっと相変わらず名字が思い出せないけど、さ、佐藤さんじゃなくて、さあ、潰した。検察、誰が発見するんだろう。さ、さ、斉藤さん、桜井さん。なぜか出ないんですよ。桜井さんですね。桜井さんもなんかフェリーで明日渡るって言ってました。いや、フェリーで大間崎、もう一個の方の津軽半島の、津軽半島が左で、右側に大間崎、下北半島があります。寝るには環境がない。待てよ、料理枠だったのか、機材か、名前が思い出せない。機材思い出せない、いつものことか。いや、眼中じゃなくて、人の名前本当に思い出せないんですよ。桜井さん、桜井さん、マグロの、あ、そうそうそう。で、今回マグロの刺身をある場所でご馳走になったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。船虫、うん、よく、なんか蚊が結構多い、蚊が。蚊が結構多い。割とピンチ。船虫だけかと思ったら。小山、奇跡のリンゴの引っ掛かこ行かないの？奇跡のリンゴって何ですか？イカ焼きうまいよ、からから。あ、イカ焼き、イカ焼きはもう途中で千畳敷ってところで食いました。あれも美味しかったです。ここに全部持ってきてないですよ。テント全体なんで。それぞれどうかな、残ってる時間があれば行きたいですね。あ、さらに何もない。そうか、津軽半島の方が割と町はある方ですかね。ところで雨すごかったのか？あ、今日の雨は昼間の通り雨はすごかったですけど、それ以外あんまり大きなひどい雨なかったです。北海道行くけど自転車のチェルの2000かか、いくら2000円結構高いですね。何より、ところでラーメンうまい。明日の充電電池は大丈夫ですか？ラーメンうまいです。明日多分電池大丈夫です。今日は運動したんで。おそれ団の石を動かしちゃダメなんだって。今日の用品ならここ見てます。食後のデザート何？そこから北海道を食後デザート。パスタ。今の会社よりマグロ漁船転職した方か、風邪いいよ。そうそうそう。むつにうまいコロッケあるよ。むつ？むつってどこでしたっけ？テントにそうですね。
じゃああと5分しかないけどテント張ってみましょうか。ここにテント立てようと思うんですけど、どうだろうな、これ。iPhone5 はハードウェアの内容次第で。ああ、濡れてる濡れてる。砂がすごいな。テントは結構雨ざらしになったままだったから。寝袋だけだと、砂虫が入りそうで。iPhone 明日発表でしたよね。どうだろう、この幅足りるかな。足りない。あ、しじみラーメン20食べました。飲みました。入らない。入りません。どうしましょうかね。無理やりこうやって縮めた状態で立てるか。カモいるからテントなし無理だ。あ、マイクが、マイクを水没した。テントのプールは スカンジウム合金のプールでございます。船虫は結構団体さんですね。じゃあとりあえず次枠行きますかね。そうそう、このコーラ飲むのも、そのしばらく目離してると思わず中をライトで照らしてから飲んでしまいます。です。やっぱり幅足りなかったか。どうなってしまうのか。刺される前に読み上げができるようになるまでお待ちください。晩御飯放送が終わりました。よし、これじゃあ
これじゃあじゃない、これで始めます。こんばんは。電波安定してますね。じゃあテント設営します。よっと、入り口どっちだっけ。こんばんは。こんばんは。ほらちょっと狭いな、この中は。テント張るには。よいしょ。あとこのテントの下に船虫がいっぱい挟まりそうで怖い。よいしょ。すいません、一晩でいなくなりますから。んサッカーが、サッカーって何でしたっけ。ここで学園。そう、学園です。よいしょ。もう確か今日はいないらしいので、すいません、サッカー興味ないというか知らないんです。確かいつもでもやったな、こういうネタ。ワールドカップって知ってる？ワールドカップ、世界のコップ。はい、ミスカワラ。これはスカンジウム合金というのでできています。スカンジナビア半島と関係あるのかどうかは知らない。国内に電波ですか。そう、国内に電波。国境などはこのこと、暴力反対、罪ですか。ワンカップは。よいしょ。ああ、手慣れてますね。ロボさんこんばんは。楽しそうですね。そんなこと全然よ、ギア戦団私です。よいしょ。狭い、狭い。狭い、狭い。ああ、これ下か。よいしょ。よいしょ。ああ、スカジウムですね。狭い、狭い。狭い。ちょっと。8対26にランクインしました。エアビームのテントあるのですが、どう思いますか。エアビーム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 。テントにくるまって。はい。はい。一緒。確か4万円ぐらいだと思う。よいしょ。まだだいぶ。よし。明日朝になったらこれ外に持ち出せば。できるテントがそうですね。下に入ります。本当だ。よいしょ。できた。びっくりしますよね。わあ。うん。ちょっと雨なの。なんか窮屈。こんな状態。これはあのアライテントエアライズ2。よいしょ。イエス、感じる。
折れた。ちなみにテント私ポール実は予備1個持ってます。なぜか、なんで予備があるのか未だによくわからないんですが、よいしょ。バッテリーは、あ、切れた。バッテリー1個分切れた。この部屋は通じてるか、誰もいないんですけどね。外にも今置ける状態だからね。紙があったかな。なんか紙があったら貼り紙しときましょうかね。うん、水場が、え、水場がなくて、あ、水場、そうです、テント最初の水場です。うん、あ、人、うん、渋谷かどっかだったと思います。優しくしようよ。いや、宮崎は予定ないです。同じやつ、これ結構お高いですよ。元取るの時間かかりますよ。うん、どこだけだったらバス停いいですよね。瞑想部屋、タピザキ行きます、明日の朝。じゃあ夕食もや食べたし、テントも張ったので一応これでおしまいかな。うん、10万、いや4万ぐらいだったと思います。なので、あの、バッテリーも明日に残さなきゃいけないし、なのでこの枠はこれで終わりますよ。明日は何時っていうの決めてないですけど、まあ9時前には始まると思います。9時までには少なくとも早く寝ときたいっていうのがありますね。うん、じゃあおやすみなさい。もうこれ以上ネタもないし。それじゃあ、お疲れ様です。おやすみなさい。